負けた後にね、あれあまり俺は涙流さなかったけど、やっぱり最後こうやって姿を見て、成長してる姿を見たら、ね、やってきたことが正解だったんだなって、まあね、嬉しなびらね、これね、覚えました。お疲れ様です。自分は簿記の勉強とかパソコンするために牛川商業に入ったんですけど、まあ一番最初は一人でご飯とか食べてて寂しかったけど、まあ、そこでリキターとかが声かけてくれて、でそこから野球の話になって、リキターもずっと自分が7月6月に入るぐらいまでずっと誘ってくれて、でいざ入ろうっていう時になった時に不安とかなんかできるかなとかあったんですけど、でも入ってみたら木澤さんとか周りのみんなが支えてくれて、やめたいなというか、それを心のどっかで持ってる時に千葉さんがチームにはお前の力が必要って言ってくれて、頑張って続けようって思えるようにもなったし、で学年が上がるにつれて自分の仕事とか分析とかも増えてきて、でも分析は最後まで自分はまだまだだったんですけど、でも一番はやっぱりその大堀線とか八戸西の分析をできたことが自分の中で、小学校から野球をやっていて、まあ、1年ぐらいしかやってないんですけど、小学校も甲子園行きたいなっていうふうに思ってて、それがかなって、なんかとっても嬉しかったというか、まあ、嬉しかったです。でもうこの分析とかできないのは寂しいんですけど、でも本当にこの3年生を含めて 1,2 年には車椅子を押してもらったりだとか、そういうの本当にやってもらったと思うし、3年生とかはみんなが冬取りしてる間、自分は2回ぐらいこのグラウンドを歩いたことがあるんですけど、でその歩いてる時とかに頑張れとか言ってもらったりして、まあ、自分の中で目標はその夏の大会までに歩くっていうことだったんですけど、まあ、それができなくて個人的にちょっと悔しいんですけど、でもそのいつかその、ね、応援してくれてる人も
いると思うので、ちょっと話はずれたんですけど、その歩ける姿っていうのを見せれたらいいなと思います。で、本当に木澤さんとかその周りのみんながいなかったら甲子園にも行けてなかったし、心よく受け入れてくれて、自分もその野球に携わることができてとても嬉しかったです。2年間ありがとうございました。お疲れ様です。お前ら考え方成長したなって思わせるぐらいの取り組みをやっていかないと、きつい言葉言うようだけど絶対に勝てないと今は思ってるから、本当に、ね、じゃあ勝つために、勝ち続けるために何をすればいいのかっていうのを全員で話し合って、この行動に、お前行動に移していかないと本当に始まらないから、よくお前らミーティングしてるけど。お疲れ様。3年生のね、話を聞いて、まあいろいろ過去を振り返ってたんだけど、まあいろんなこと思ってからやったんだなと思ったんだけど、7月14日ね、まあ自分が監督した日が2019年の7月15日、ね、2年前のちょうど明日、ね、まあその時はね、今の3年生が1年生の時に最後のコーチでね、江南高校に負けてね、まあ立場上1年生が上にいて3年生がここにいてね、最後3年生の話をやったわけな。でその時同じ人数いたけど、で考え方も人間的にもね、本当にいい3年生だったけど、こういうトレーニングっていうかそういった習慣がなかったから、19名約、ね、同じ人数いたけど、最後に 1,2 年生に伝えたミーティングがだいたい25分ぐらいで終わってた。お前は今6時、2時間15分ぐらい喋りすぎだね。まあまあこれがな、お前たちの成長した、まあ、一つの要因であってね、一つ一言一句に魂がこもってね、まあ本気でやってきた集団の、最後のメッセージなのかなっていうものは、伝わったと思う。俺もね、伝わったし、まあ終わった後にも、まあ、負けた後にね、あれあまり俺は涙流さなかったけど、やっぱり最後こういう姿を見て、成長してる姿を見たら、まあ、やってきたことが正解だったんだなって、まあね、嬉しなびらね、これね、覚えました。ごめんな。まあ最後の姿な、1年生目に焼き付けたと思うけど、本気でやったやつの姿とか、ね、終わり方っていうのが、一番人がね、一番本性っていうか現れるんだよね。やってる時は分からんけど、終わった時にね一番分かるし、ね、あの涙は本当にやってきた証拠だったんだなと、ね、感じて、でここでの話を聞いてね、もうちょい一緒にやりたかったなっていうのは本音だけど、ね、よくやってくれたなと思います。でまあアグニも言ってたけど、ね、アグニが全部喋ったからね、もうよくもう俺喋ることないんだけど、今の3年生本当になんていうのかな、本当に無名校っていうか、こいつらが来る前は全然ね実績もなくて、ね、今はこういうようにね取り上げてもらって、学校のね知名度も上がってきてるけど、本当に誰もわからない時に、まあ自分もね声をかけてね、何も知らないね、どういう人かも知らないところにこのメンバーが集まってここまでやってくれたっていうことは、非常にね勇気がいることっていうか、具志堅商業をね、まあ今までの OB 自分たちもいるけどね、本当にまたそれから失ってきたものをゼロから必死でやってきたっていう
功績っていうものは今後ね後世に残ることだからね、去年の3年生がね、目に見えない根っこの部分を作ってって話をしたけど、ね、それをね、今の3年生がそれを受け継いでしっかり受け継いでね、横には大きな幹を作ったけど縦には伸ばしきれなかったね、最後の壁っていうかベスト4の壁っていうのだけど、それまでの今までの歴史っていうものを大きく変えて横に大きい幹がねバーンってね、見えないところから見えるようになってね、そっから 1,2 年生がねがむしゃらに動いたとしてももう本当に大きな太い根っこがあって横に大きい幹があるってことは、こっからどういう風に暴れようとしてもまだ落ちないから、アグニが言ったようにもう毎日頑張らんってね、どんだけ頑張っても絶対その今までの土台っていうのは折れることがないから、そういうことはない。そういう風になった時には自分らが甘かったってなる、ね、もう本当に水もそれの辺も水もかけなければ、大きな根っことね幹にかけなければ、その根っこと幹っていうのはね腐れていくから、ね、そうならないように、ね、その大きな幹のところにねまたバランスもあるからね、それに細い縦に長いのって言ってもこれバランスが悪いから、ね、もっとこの大きな幹の中に同じ太さの中でどん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 縦に成長していくようなチーム作りっていうものは今の 1,2 年生がねしっかり作らんといけないと思う、ね、本当に見えないところから、ね、見えるようになって、見えたものは本当はねちょっとした小さいものかもしれんけど、本当に一生懸命必死にやってきた3年生が横にドーンって乗って作ってくれてるから、ね、そこでね甘んじないで、ね、そこに座ることはとっても楽だと思うよ、ぶらされることないから、うん、もうとっても楽だと思う。楽だけどそこを大きくしようとしたらそれはそれなりの努力が必要だから、それはきついと思う。そういうね選択するっていうものは 1,2 年生の本当にチーム力になってくると思うから、そこはね勘違いしないように、ね、積み上げるのはね時間かかるけど崩すの一瞬っていう中で、そういったのも今のねもう過去の先輩とかも含めてこうやって甲子園もなっていう言葉もこのミーティングで出るっていうのはうちのチームしか今現時点ないしね、今年に限っては、ね、どうせ来年の今頃ね全国で笑って終わるの1校しかないから、その中で終わってミーティングするのは同じような言葉を喋るからね、同じような思いでやるから、だからどうせやるんだったらどういうふうにやりたいかっていうのを今のうち変えれるからね、過去を変えれない中で今のうちしっかりねやるね。7月15日から今の3年生は本格的にチームとして始動したんだよ。それまではなんかいっぱい走らされたとかいろいろね、まあ、なんかいろいろあったけどね、それを乗り越えてこの2年でこんだけの成長したっていうことを、ね、お前らがしっかりね見てね、3年生は次のステージへ向かって人間力とかそういった感謝の気持ちとか、そういった具志川商業でやってきたことがね間違ってはないって俺も思ってる。だけど世の中に出て社会に出ていろんな社会に出てね、全員が全員にそれが通るとは限らない。その中でも壁はぶち当たると思う。もっときついことがあったりとか理不尽なことがあったりとか野球以外にもいろんな壁があったかもしれんけど、乗り越え方は一緒、ね、一緒に手と手を取り合ってからな、しっかり自分たち組織としてどういうふうにあるべきなのか、ね、この組織で通用するけどこの組織で通用しなかったらその組織で通用する仕方を覚えて、その中で自分のものを個性とか出していきます。これが絶対正解なんだと思ってこれがポキッと折れた時に立ち上がるの難しい。じゃあ何なんだって世の中のこの変化とか、ね、こういったこのイレギュラーっていうか予想外のことにね対応できる人間になってほしい。もちろん真っ当に言ってたらそれがそのまま上に上がるかもしれない。上がった時にはまた違うステージの中でのいろんな見えないところがあるから、その乗り越え方っていうものは、ね、今まで勉強っていうか経験したことをなしっかり活かして、ね、周りと協調して俺は甲子園に出たチームの誰々だとかこんなの威張らずね、おごらずしっかりやっていけば、君たちの人間性をなもし本当に実用能力仕事とか能力とかなかったとしても、ね、先輩とかがね、手を助けてくれてね、そういったものでまた同じような成長を味わって上には上がると思うから、この勉強よしあしではなくてね、生きる力っていうものをもっともっとつけてね、自分たちが卒業っていうか社会出た時にまた後輩見た時にね懐かしいなと思いながらね、また後輩の指導とか入って
自分みたいな OB がな、ここにいっぱい増えてくることによって、具志川商業もね、いつか花咲くと思うので、ね、そういった OB がな、しっかり一人でも増えてきて、ね、でもやることをやってね、現役を、引退して解放されてね、今までモヤモヤしてたのがいろんなことが気づくと思う。その気づいたものを今の現役にね、1、2年生に本当に還元しながら、自分の進路を見据えてね、またいつでも相談乗るしね、出口までしっかり送ってね、その出口の活躍までも見ていきたいしね、そういった付き合いっていうか、そういうつながりをな、どんどん横つながりを増やして、また進路とか、社会に出てもいろんな仕事の面とかでもな、つながっていくのが一番スポーツの良さというか、こうやって本気でやってきた集団の良さなので、ね、そういったものを今から経験して、ね、立派な人間になってほしいなと、思います。まあ、1、2年生に関しては、今の3年生のな、姿を目に焼き付けたものを思い出しながらではないけど、どういうふうにやってきたんだなとか、アグニも言ってたけど、自分たちの色があるから、真似るんではなくて、その中で自分たちの色を出しながら、ね、もっとやらないといけないっていう自覚を持ちながら、やっていけばね、どんどん上に伸びていくね、大きな木になると思うので、ね、そこをな、目指してというか、すぐは来ないから、3年生みたいに明確な目標とな、夢を持ってな、やることがきつい練習とか、そういったのを乗り越える一番の秘訣だと思うから、何もない、目的もない、目標もない、ね、夢もない、ただ練習一日一日を乗り越えるっていうようなつまらない日を過ごさないよ。明確な目標に対してどういうふうに取り組むか、ね、そういったものを示してくれてるから、ね、その中でも今日の勝負どころな、やっぱり、まあ、男だっていうか、もう勝負しないといけないとき、意識して勝たないといけないときに勝てなかったっていうものは、俺自身もね、これを糧にしてっていうか、何がダメだったのかなとか、何か要因が絶対あるはずだから、それは俺ももう模索しまくって、で追求しまくって、ね、今の3年生のこういった涙っていうのは無駄にしないようにね、俺もここに立ち続けることをな、する、ね、覚悟を持ってやります。そこをまあついてくるかついてこないかは君ら次第だよ、ね、そこで君たちがギブアップしたら俺もギブアップするよ。でも俺からはやらない、ね、お前たちからこうやって手をまあ上げるんだったらやる、そういう覚悟でやらないと、ね、本当に都合ばっか出してると、そんな勝負の世界甘くないっていうのは分かったはずだから、覚悟を持った集団でもこういう結果になる、ね、本当に勝負っていうのは本当に分からないからね、その中でじゃあ勝つためにどうするかっていうものがまた3年生も含めて、具志川商業全体含めてね、追い求めて、ね、このベスト4壁、ね、破れるような日がな、いつ来るか引きか、来ることをな、目指しながら、取り組んでいきたいと思うのでな、3年生も引き続きな、もう今日で、まあ、グラウンド出てから全体でこうやってやることはないけど、ね、ちょっとゆっくり休んで進路を含めてやって、でまた進路に向けてまた体を動かすやつとな、なんかいろいろやらんといけないやつがまた分かれてくるはずだけど、ね、このメンバーっていうのが一生の財産になるから必ず、ね、そこを大事にして、ね、縦も横もな大事にしながら、日々、最後までな、取り組んでください。いいですか？はい、やりましょう。気をつけ。ありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。はい、はい、見つけ、お願いします。お願いします。まあ3年生は本当にもう次のステージに向けて、これからも必死に泥臭く、この具志川商業で学んだことを社会に出すだけだから、でそれを野球に叩いたら試合に出すだけだから、本当に1、2年生も今やってることは正解か不正解かどうかは分からないけど、やった先に本当に嬉しさとか楽しさとか、やってよかったっていう快感が出てくるから、本当に目標をまず作って、目標っていうのは何個あってもいいから、小さな目標をどんどん潰していって、大きな目標を達成できるように新チーム取り組んでいってください。本当にもう3年生は、まあ、明日から大城先生も言ってたように
学校生活始まってくるし、まあ、進路に向けての活動っていうのが始まってくるから、そこも気合入れて頑張っていきましょう。 OK、 まあ夏の大会は牛川商業の夏は終わったけど、また 1、2年生は新地に向けて、3年生は次のステップ、ステージに向けて、これからも必死に頑張っていきましょう。はい、気をつけ、ありがとうございました。ありがとうございました。気をつけ、ありがとうございました。ありがとうございました。そう、それ出ました。